いやもう最近仕事が忙しくてすぐ寝ちゃってさあこのマッチアップどうなるか今日やったらボロ負けっていうね今回生贄となるのはどちらだドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。どう試合を作っていくか重要な立ち上がり。さあ張り切っていってもらいたいね。いやー読んでたんだけどな。レイヤーはドライブゲージを積極的に使って試合のペースを掴みに行く。ドライブゲージは様々な戦略に影響を及ぼす。効率的なゲージ運用は重要なテクニックとなる。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。さあここでドライブラッシュ、ターゲットコンボを叩き込む。ここはどう出るか。ワンコンボ圏内が見えている。何とも限界と見える。レイヤー2、オッケー、とどめまでしっかり。大昇竜でリーサル。非常に緊張感が伝わる試合でしたね。同じような実力を持った者で言うか、真っ向からぶつかるとこういう状態になるのだな。揺さぶりつつターゲットコンボを選択。落ち着いてこの距離で撃ってきた。来るのこれ。いやどうだ。プレイヤー2ゲージよりこのチャンスを生かすドライブラッシュで前に出る。一気に周りを詰めてきた。何を狙っている。やべやべ。さあどこから行く。ここは攻めたいところ。バーンとしている。ここまでなのか。ごめん。ここはヨガファイヤー、一息つけるか。プレイヤー2無演習できた。使う判断どうなるか。いやー使わなくてよかったわこれ。やるではないか。決まった。この夏は全てレイジの手のひらの上。激な大砲。もっと我が輩を楽しませるのだ。プレイヤー2オッケー。やるではないか。なかなかに白熱した試合でしたね。素晴らしい戦いであった。見事だ。投げ。さあラウンドはまだ。マシ君な。さあ張り切っていってもらいたいね。いやーこれ分かってんだけどな。さあどうだ。さあここでドライブラッシュ。お互い空気はないか。この近距離戦。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあもっとやり合うのだ。いやーまあまあまあ、ここで決めるその弾力、あっぱれ。危険な状況になっている。椅子はもう許されない。ここでバーンアウト。まだ諦めるな。ここでスタンしてしまった。ここまでなのか。オッケー、イーサルバッチリ。とどめまでしっかり。いやー息が詰まるラウンドでした。次が肝心だ。気を引き締めていくのだ。さあここはうまくドライブ超級隊。これさあ相手の隙を突いてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。飛び道具をアクセントにきっかけをつかむか。分かってんだけどな。圧力がモニター越しに伝わってくる。これはとんでもないプレーだ。アルバムに惚れるこの勢い、素晴らしい。中足ドライブラッシュか。一気に周りを詰めてきた。プレイヤー2ドライブゲージはワッパが受け、危ね。前のめりの一撃は不発となった。今のは気にするな。次だ。プレイヤー2キッチンに落ちた。これがやりたかったんよ。その調子は飛び落とす。見事だ。さあ終盤舞台は整った。投げが。いやあれあれやるではここ。いや今そういうことだ。勝てったかな。両者かなり動けていたし、先端終わったから無理。2人ともご苦労であった。またの試合を楽しみにしているぞ。プレイヤー2、画面上いい状況を作った。これな。時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。ダイエットコンボできっちりダメージを取っていく。プレイヤー2、ここでドライブゲージが突きかけていれば、
さあここだ。投げ、さあここから。今の投げは良いフォームだったね。さあダウンから、壁から逃げ、はい、勝負あったね。さあラウンドが終わりましたが、まだまだこれからといったところでしょうか。まだまだこれから力を出し切ってほしい。少ししっかり見ていきましょう。飛び道具をアクセントに、キッカー攻めのドライブ、マジ噛み合わせて、ここからどうする。プレイヤー2、ドライブゲージはやや、うわー、さすがに見てるよな今のタイミングは。ここまでなのか、次はどうでしょう。プレイヤー2、ドライブゲージがないこの状態、ここで SA 発動しているが、構えな。ここで SA にゲージを回して、まとまったダメージを取りに行った。さあ始まるぞ。さらに下がる、しかしどうにでもなる状況、壁に追い詰めた、チャンスになる。どうした、うわー、ダメか、やる、まあ死なないよ。いざ、その調子だ。先に触れれば勝機はある。もう決まってしまう、この富を見えている。いやー、良いとどめだ。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。最後まで諦めるな。さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。一進一退、すごく良い試合をしている。ドライブラッシュで前に出る、富はバレバレ。いざ、その調子だ。ヨガフロートがノイズに、この飛びを見えている。いざ、壁にぶつけて守りを砕いた。まだ壁からは解放しない、地獄は続く。どうした、こっちとやり合うのだ。さあ壁際の攻防、オッケー、見事。よし、白熱した試合でしたね。今日ちょっと試合だけで見事だということで、ではでは。